2012年シェーラはフランスの歌手である。1960年代を代表するフレンチポップスのアイドル。本名アニーシャンセル。パリ郊外の生まれ。1961年にレギターというバンドのボーカルを務めていた時にクロード・カレールに引き抜かれ、アベック2でレコードデビュー。イゴイエイエブーム時代を代表するフレンチポップスのアイドルとして活躍する。 特に、セカンドシングルとなった、学校は終わったは、ミリオンヒットを記録し、日本でもヒットをした。その後、口笛で恋しよう、夢見るハワイのヒットを飛ばし、70年代半ばでは、アメリカにも進出を果たした。折しも、ディスコブーム真った中で、雨に歌えばのディスコバージョンのカバーを出し、世界的ヒットをする。しかし、80年代に、入り人気は低迷。 そして1988年にレコード会社を移籍して4年ぶりのアルバム、タンドンスをリリースをし、1989年ついに引退を決意した。デビューして20年以上もコンサートを行わなかった。シェーラは単独ライブに挑み、1989年の10月にオランピア劇場で行われた引退コンサートは大盛況のうちに幕を閉じた。90年代には、 シェイラの音楽は見直され、復刻ブームが起こった。ありがとうございます。